エミール・クストリッツァは、旧ユーゴスラビアのサラエボ出身の映画監督、音楽家、俳優。クストリッツァ自身は、サラエボ出身だが、父は、セルビア人、母は、モスレム人であり、自身は、ユーゴスラビア人であると称している。カンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを2度、受賞しているのをはじめ、世界3大映画祭すべてで受賞している。1954年、 世俗的なムスリムの両親のもとに生まれる。父は、ボスニア・ヘルツェゴビナの情報省に、母親は裁判所の事務官である、特権階級であり、裕福な環境で幼少期を過ごす。しかし年が経つにつれ、ロックに夢中になり、どんどん素行が悪い友人と付き合うようになった、クストリッツァを見かねた両親が、友人のつてで彼を、プラハの国立映画学校ファミューへ留学させることを決める。 18歳だったこの時、クストリッツァはほとんど映画に興味がなかったという。しかし、映画学校に入学するや、いなや彼の才能はすぐに開花し、初めて制作した短編作品ゲルニカは、映画学校の賞を受賞。卒業後は、サラエボに戻り、短編のテレビ作品をいくつか制作した後に、初の長編作となる81年、ドリーベルを覚えてる で、ベネツィア映画祭新人監督賞を受賞。続く85年、パパは出張中。では、カンヌ国際映画祭パルムドール。89年、ジプシーの時では同じくカンヌの監督賞を受賞。主にジプシーを視点としたユーモアとシリアスが混在した独特の作風で、一躍国内だけでなくヨーロッパを代表する映画監督へと名を押し上げる。 また、パッパは、出張中。制作後には、当時新鋭のパンクバンドとして、国内で人気を博していたネレからイリチ率いるザブロニのプルシェにと出会い、意気投合。ギタリストとして、バンドのスタジオセッションやコンサートへと参加するようになる。しばらくしてクストリッツァは、ジプシーの時の撮影を開始するに伴い、バンドから離れるが、彼とネレの友情はこの後も続いていくことになる。 1990年にアメリカに移住し、コロンビア大学映画学科の講師に就任する。この時生徒から持ち込まれたシナリオを脚本として、採用した初のアメリカ作品、アリゾナドリームを制作するが、撮影中にボスニア紛争が勃発する。この紛争により、自宅の略奪や父の死を経験したクストリッツァは、自分たちの国で起きていることを海外に訴える。 必要があると感じ、アリゾナドリームを完成させたすぐ後に、アンダーグラウンドの制作に取りかかる。ユーゴスラビアの50年にわたる、紛争の歴史を偶話的に描いた、この作品は、二度目となる、カンヌ国際映画祭パルムドールをクストリッツァにもたらし、彼の映画監督としての地位をよりそう格好たるものにした。しかし政治的描写に満ちた、この作品は、 称賛と同時に批判も巻き起こすことになる。論争に嫌気がさしたクストリッツァは、もう映画は撮らないと引退を表明。この発言は、まもなく撤回されるが、一連の騒動は、以後のクストリッツァの作風に大きな影響を与え、特に自作、黒猫、白猫では、メッセージ性を徹底的に排除したスタイルへと変貌した。しかしもともと、 クストリッツァ作品の一つの特徴でもあった陽気さとユーモアを追求した。この作品は、アンダーグラウンドとは別の賞賛によって迎えられ、ベネツィア国際映画祭では監督賞を受賞する。また、この映画の撮影中、音楽を提供してもらうために、ネレからエリチに連絡したのがきっかけとなり、クストリッツァはネレのバンドに再び加入する。エミール・クストリッツァ ノースモーキングオーケストラと名を改めた、このバンドは、以後彼の映画音楽のほとんどを担当することになる。2004年には、アンダーグラウンドと同じく、ユーゴ内戦を舞台にしながらも、黒猫、白猫のような楽観的な作風を推し進めた作品、ライフ・イズ・ミラクルを発表。またクストリッツァは、この映画の撮影で使用したセルビアにある小さな村の景観を気に入り、 村ごと買い取り、クステンドーフという自分の村を作り上げる。クストリッツァはその村に映画学校やレストランなどを自費で建設し、2008年には建設した映画館で映画祭を開催。2009年の第2回にはジムジャー・アームッシュ、オリバー・ストーンらが参加し、2010年の第3回にはジョニー・ゼップがオープニングセレモニーに登場するなど盛り上がりを見せている。 2005年にはカンヌ国際映画祭の審査委員長に選ばれ、2007年にはウェディングベルを鳴らせ。で、同映画祭のコンペティション部門に自身5度目の選出。しかしキャリア初の映画祭無冠に終わり、クストリッツァはこれからも映画は撮り続けるけど、コンペに出すかはわからないとコメントした。また、同年には89年に監督したジプシーの時をオペラとしてセルフリメイクし、 パリ公演を成功させている。近年になってもノースモーキングオーケストラのツアーの、傍ら、複数の新作映画のプロジェクトを常に掛け持つなど、衰えを知らず、精力的に活動を続けている。ありがとうございます。